久保さん、イチロー、イチローさんの名言とかにしときましょうか。イチローの名言とか。まあね、これ何度かまあシェアしてますけども、なんかイチローさんがね、よくその記録を更新した時に、ね、いろんな話をするんだけども、まあそのね、記録だけ切り取ったら、その記録すごいねってなるんだけど、イチローさんがね、あの、すいませんと。まあ確かにまあ記録は達成したけど、この記録っていうのは、その記録以上の三振もしてきてるし、打てない、えー、時もあったし、 そ,それ以上の、あのー、失敗というかね、あのー 打てない時期あったよと、打てないこともあったよみたいな話をしてるんですよ。でもまあまさにその通りで、2000本すごいねとかね、なんとかすごいねってそこだけ切り取ったらそうなんだけども、そのバックボーンですよね、まあ、氷山のここの、こだけ切り取ったらまあそれはすごいんだけども、そこの下に、いやイチロー選も、イチロー選手も空振りしてるし、打てない時もあったよと、そっちの、ぶっちゃけ言うとそっちの数の方が多いよと、2000本あんだよりそっちの数の方が多いよっていうことを言ってるんですけども、本当にその通りだなと思いますね。